ここに踏み入る者は極利か囚人に他ならない。貴殿はどちらかで、どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。ハベにやったものだ。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君まで、次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。薬師の意味者め。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケーネ、我々の邪魔をするな。剣木の蘇りは予兆。泉州は運命の選択を下す時に至っている。定休、儒家、人滅、これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。ルカお兄ちゃん、こんにちは。私の名前はマギー。お兄ちゃんと同じハンマータウンの生まれで、お兄ちゃんの大ファンなの。私の体はあまり丈夫じゃないけど、夢はいつかお兄ちゃんと同じリングの上の大スターになること。ちょっと恥ずかしいけど、パパに頼んでこのノートをお兄ちゃんに渡してもらおうと思うの。だってルカお兄ちゃんには、私がずっとお兄ちゃんを目標に頑張ってるのを知ってほしいんだもん。それに私の願いをお兄ちゃんとこっそり分かち合いたかったの。これが私の空想だとしてもね。私がお兄ちゃんみたいなすごい格闘家になったら、全力で仮想部のみんなを助けるんだ。仲間を連れてみんなの悩みを解決して、みんなの可愛い笑顔を見る。みんなの嬉しそうな言葉を聞いて、それから勝利の決め台詞を叫ぶんだよ。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、義と平和を再び守ったのであったってね。あとね、みんなに迷惑をかける悪い奴らを全員で追っ払うんだ。仲間と一緒に怖いモンスターを全部倒すの。仮想部を安全な場所にしたら、また勝利の決め台詞を叫ぶ。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、世界の邪悪を根絶やしにする。最後にね、仮想部のみんなにもっといい生活をしてもらいたいの。ママが言うには、スバローグってロボットが私たちを上層部に行けないようにしてるんだって。だから私がそのロボットに挑戦して、チャンピオンの凄さを教えてやるの。でもスバローグは強すぎる、勝ち目はないって言われて、仲間はみんな尻込みしちゃうんだ。でも私は知ってるよ、みんなのお手本にならないとダメだって。私は一人でスバローグに勝負を挑むの。バンドンドカッてすっごく激しい戦いをするんだ。最終的に私たちは引き分けになるの。でもスバローグが私の実力を認めて、私から仮想部のみんなの話も聞きたいって言ってくれるんだ。こうしていい結末を迎えた。仲間は拍手して
苦労した人たちも解放される。でもこれはまだ私の夢でしかない。いつになったら実現できるかな。今私は病気でベッドの上にいるけど、少しも怖くないよ。ルカお兄ちゃんがいるもん。お兄ちゃんが私に言ってくれた励ましの言葉は全部覚えてるんだ。私ね、みんなに慕われるチャンピオンになるにはまずこの病気に勝たないとダメだと思うんだよね。それからまた立ったり歩いたり鍛えたりして夢が叶うまで頑張るの。私信じてるんだ。ルカお兄ちゃんなら最後まで私を応援してくれるでしょ。